デモや戦争の裏で農業基本法改悪案が衆院通過した。食料不足時に増産計画に従わないと罰金が課せられ、自給率目標が重点項目から削除された。農業政策はデタラメである。食料安全保障の強化を柱とする食料農業農村基本法の改正案が19日衆院本会議で与党などの賛成多数で可決、参院に送付された。政府は今国会での成立を目指す。同法は農政の憲法と言われ、本格的な改正は今回が初めて。ロシアによるウクライナ侵略などを背景に世界で食料の生産や供給が不安定化する中、改正案では合理的な価格で国民一人一人が食料を入手できる食料安全保障の確保を規定した。海外への輸出を進め、農業や食品産業の発展を通じて供給能力を維持することも盛り込んだ。このほか、生産性や付加価値の向上で農業の持続的な発展を図ることも明記した。